った先輩の負け。うっせえな、今のは調子が悪かっただけだ。コンディション管理も実力のうちっすよ。相変わらずザクザク先輩っすね。なあなあ、花ちゃんの彼氏ってどんな人って。柳、どこから出てきたの。ちゃんとした男やないとお父さん許さへんからね。お父さんまで。はあ、いよいよおもろなってきたな。俺に好きな子ができても柳にだけは絶対バレないようにしよう。うちの家族がこんなに野獣馬が好きだったなんて。キャラが増える分先輩と遊んであげる時間が減るかもしれませんが、あんまり寂しがらないでくださいね。失礼かつ余計な心配をするな。というわけで宇崎ちゃんは遊びたいダブル。日曜にタイトルもちょっと変わって2022年放送開始。こうご期待。